さあちょっとじゃあ J リーグ行こうか。 J リーグてか多すぎん、さすがに。何これ、え、めっちゃいすぎじゃない？いや無理だろ。いやこれでさ、いやこっから山形の選手抽出ってマジ無理ゲーじゃない？さすがに、さすがに無理ゲーだろ。いや無理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 、いくらなんでも無理だこれ。多分そういうことだよね。え？え？なんでこの選手だけモブ顔なの？どうしたの？島村さん、ちょっと存じ上げないけど、え、なになになに、島村じゃない、なんて読むの、崎村って読むの、なになになんて読むの、崎村さん、ちょっとやれるだけやろう。さあね、数いるね、見た見た見た、よし行こう。おー、どうだまナイス。いやー山が、お、チョンテセ、お引けた。俺ね、みんな、俺ね、石原選手のね、サイン持ってるんですよ。俺、山鹿で、唯一、サイン持ってるのが、この石原っていうね、このね、石原選手のサインなんですよ。ちょっと行けるとこまで行くわ。行けるとこまで行こう。ちょ、さすがにまあ、集まんないけど、11人はな、さすがに。集められるとこまで集めよう。よし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 。イニエスタ行きたいね。え、誰？ごめん、知らない。アンダースアプリンって誰だ？ごめんなさい、ちょっとわかんないっす。山が来るね、普通に。でも久保来た。あ、でも欲しいな、ヤットさんとか久保とか。そうだね、欲しいな。いやーでもこれな、ちょっと俺あんまりいろいろ言わないとくわ。俺絶対なんかいろいろ語ると、え、お前その選手も知らないの？みたいな、絶対言われそうだから。これヘディングゴール決めた人だよね、確か。ヘディングゴール決めた人だよね。いやー、うん、まあ分からんそれしか分からん、それぐらいしかエピソードは喋れない。ロクタン選手ね、あの誰だっけ、ポドルスキーじゃねえや、もう一人の外国人選手にあの吹っ飛ばされてた人だよね。あ、ウェリントン、ウェリントン、ウェリントンに投げ飛ばされてた人。さあ山鹿が出なくなってきた。あ、飯田も知ってんだ。あ、結構知ってんだね。あ、岩神、そうそうそう、岩神とかね。あ、結構知ってるねみんな。あ、意外とみんな知ってるじゃん。あ、なんだ、みんな知ってるね。中身、そうそうそう、ソリマチさん、選手じゃねえ、選手じゃねえよ。おー、あ、飯田来たー、飯田来た、飯田。いやー銀すら来ないね、ほんとに。てか全然山が引かなくなった。でもかぶってはいない。あ、玉田じゃん、玉田、玉田60になっちゃったんだ。ブラジル戦のゴールはマジでなー、燃えたけどな。いやでも数も欲しいな、若干数欲しい。数ダンスしてくれんのかな、ゴールパフォーマンスで。数ダンス見たいな。数来ねえかな。本当に92まで行くの、すげえ、うっそ。久保建英欲しいけど、天文学的数字、久保当てるのきつくない？久保のは欲しい。もう若干山がどうでもよくなってきた。山がどうでもよくなってきた。久保が欲しい。黒全然出ないねって、出ねえよ、1体しかいねえんだから。あ、チョンテセ、あ、かぶった。チョンテセとつろうか。チョンテセも強いけどね。ラモス類いるわけねえだろうがよ。いやー知らねえ、ごめん、知らん。あ、終わった、終わったわ。うわー終わった。上沼恵美子もいない。うわ終わった。いやでももうちょい引きたいな。ちょっとちょっとだけ、ちょっとだけ課金する。
さあ、久保くんゲットしよう。いや頼む、マジでゲットしたい。いや久保くん欲しい。あ、レジェンドカズ来たー。カズナイス、カズダンス見たい。あー、飯田2枚目。いやでも飯田交換したくねえな。飯田正樹、お前が砦で。あ、リータタナリ素晴らしい。あのボレー感動したわ、アジアカップのな、あの弾丸ボレー、長友からのクロスに反応したリータタナリの弾丸ボレー、熱かったよね。そう、竹房さん当たればね、竹房当たればね、いいんだけど、それで済むんだけどさ、当たらないじゃん、1000人もいればさ。まあ日本で一番課金してるのは間違いない。確かにな。さあ、たけちゃん来て。うわっ、来たー、来たー、たけちゃん来たー。え、ちょっと待って、俺たけちゃんレベマにしたい。たけちゃんレベマにならない？レベマちょっと頑張ってみるか、いけるとこまで。ちょっと行ってみよう、行ってみよう、レベマにしたい。明日やる。シネメスアウト。なんでさ、ちょっと待って、言わして、なんで、なんでこのタイミングで俺死ねって言われなきゃいけないの。どんだけ俺怒られるんだよ。なんで死ねって言われるんだよ、こんなに頑張ってんのに。 OK、 育成実行。さあ、いった、久保くん行く、どんどん上がる久保くん。さあ、10、11、12、13、14、15、16、17、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31。わあ、31か。おじさんはね、スマホの操作が遅いんで申し訳ない。61まで上がってね、久保くん。え、久保くんどこ？え、いないんだけど61。え、久保くんどこ？え、待って、久保くんいない。え、あ、69。え、そんないった？あ、いた、よかった。めっちゃ焦ったわ今。俺久保くん打ったらもうガチで発狂するわ。32、33、34、35、36、37、38、39、40、あ、間違えた、40、42まで来た。あ、待って、久保くんいくつまでいった、総合値。いいや、まあ、見てねえや。あ、これ無理かも、ごめん、全言撤回する、無理な気がしてきた、マジできつい。レベル60いってくれ。ちょっとマジでこれレベル60いかないとマジでつらいよ、久保くん。うわー、おー、あー、もう無理だ、無理だ。うわー、アセンションも無理、ちょっとさすがに。マンジュキッチパストレもいいや。いやいやいや、あー、黒ゾーン来てるもん。ギュンドアンもいい。いや、ジアシュ無理、カジェホンオッケー、クアドラドもオッケー、ファルカもいらない。うーわ、もう無理無理無理。ちょっと待って、これでどこまで行くか。うわー、結構行く、結構行ってる。うーわ、62まで、64か。まあいいや、とりあえず一体行ってみるか。レベル230近くまで行くと思うけどな。さあ、どこまで上がるか、キングカズ。さあ、上がってきた。はい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 、22か。カズレベルは無理だった。
じゃん、キングカズって愛称で呼ばれてんだから。いいでしょさん付けしなくたって、別に本人に言ってるわけじゃないんだから。そんなに上げ足取られる、白玉の選手を必死に育ててるよ。頼む、レベルおい、どんだけ上がんないんだよレベル。嘘だろ。これ絶対レベマいかないじゃん、3も上がんねえよ。待て、キングがマジでつらい。もういいか、ちょっと本当にもうちょっとネタとかじゃなくて、ちょっと本当にちょっとだけいくわ、久保くんのために。ちょっともうちょっとだけ課金する、本当に頼む。いやー70いけな、うわ、いやこれは病みすぎる。ちょっとね、さすがのハイ課金の俺も無理だこれ、マジで5万ぐらいかかるわ、5万ぐらいかかる、あと無理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 、5万かかるんだったらさすがに任天堂スイッチ買うわ。カズダンスさすがに搭載してるよね。うわ強い、いやーそうか、ちょっと待って、あーオッケーオッケー、瞬発80届いたね、オッケーオッケーオッケー、スピードがちょっと足りないけど、まあ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 、なんとかなんとか。いやいつかこれ、ごめん今日ねレベマにするって言っちゃったけど、そこだけは嘘ついた、ごめん、男に濁まないって言っといてごめん、ちょっとここまで闇深いと思わなかった。ただいずれねキングカズも久保くんも絶対レベマにするんで、うん、ちょっと今日はこんなところで勘弁してください。ありがとうございました。